パブジー落ちるから、孫さんなんかさ、パブジーインストールしたらさ、クラッシュしてパソコンのなんか焼けたらしいぞ。怖で、怖昨日、なんかパーツ変えてやっと直ったっすか。えぐくないっすか？これ重いよね、やっぱこのゲーム。まだパブジー韓国語で作ったゲームなんで、ちょっと間違ったいや、回数別にに、しないと、もごめん、ケイさん、ごめん、そういうつもりじゃなくて、う。おい、全くごめんなさい。めちゃくちゃでかケイさん、ケイさん、ちょっと危ごめんないなさい、と思うんここすで。ね。ケイさん、本当そういうつもりじゃなじくゃあ、て、ケイごめんツさんなに責任取らせよ。これマジで。本当ケイさん、ごめん。ケイツさん責任取らせよ。普通に。気になりますね。うん、ケイさんがあるよ、これ。韓国来れないですよ、もう。来れないっすよって。来れないっす、来れないっす。サンギョプサルもう無理です。本番のサンギョプサルはもう、これから。確かに、そうだね。そりゃそうだ。真央さんに伝えてください。ごめんなさい。真摯に受け止めてもらわないそうですね。はい。そうですね。本当になんかすいません。ね、ラスさ、すげえ厳しいとこ行ったんでしょ。マジっすか？いやー、もう、韓国陸軍の中で一番やべえなところ行きましたもん。しかも志願して行ったんですよ。はい。あいつやべえな、超志願して行ったんだ。かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいな。マジかよ。いや、どうせ行くならね。あえてなんかやべえとこ行きました。ああ、さすがだね。確かに、どうせ行くならみんなのとこにか。うわ。再入室、ん？来ましたね。ああ、はい。入ります。だって、ケイチさんもさ、あれでしょ。はい。あの38度線のとこ行ったんでしょ。ラスさんと同じラインですね。やばいよね。あそこマジ怖いって言うからな。雪降ったらなんかめっちゃ寒くなって、うん、腰までなんか雪が降ってくるから、マジっすか？大変ですよ、ね。寒さとかもあるんか。そうです。確かに。そっか、経度が北海道より上か。です。そうなんですか？うん。韓国寒いからさ、上の方。そっか。山の中で生活してるから高さが高くて、うん、車がなんか週3回しかと補給車両がなんか来れなくて、で雪とか降ったらなんか例えば24時間雪が降ってしまったら1時間ずつ、うん、その補給路をずっと確保するためにそこをずっと掃除したりしなきゃいけないですね。ああ、なるほどね。だけどやっぱみたいな、なんかやっぱケイジさん気合入ってんなと思うのはそういうのあるでしょ。あのその時の記憶があるでしょ。記憶ってその時の、そう、あの時の根性、そこで根性ついたでしょ、めっちゃ。いや、なんかそんな気も しますけど、でもまあ韓国くんって2年終了したらなんか社会に戻る前に記憶削除されるんで、うん、みんな。ねね、あ、そうなんだ。体は覚えてるかもしれないし。あ、記憶はないんだ。記憶改ざんされるんだ。楽しかった思い出になるんだ。薄い風景だけ。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。ちょっと灯火が見える感じ。ああ、いいな、俺も海外で日本のそういうのいて。いや、でもやっぱケイさんが気合入ってんのは絶対そういう経験があるんだ。そうだね。魂では多分記憶されてたから。その経験はマジでできないですから、日本人が。さすがだね、ラスもケイさんも。じゃあラス君も帰ってきたときに、あれだな、うん、体ムキムキになって帰ってくるね。たぶん一回り二回り、うん、身体的にも精神的にもかなり、そうだね。リアルでもフィジカル強くなって、さらに強くなる。違う。パブジーも息が長いね。いや、そうっすよ、だって、うん、本当に俺上京した時だったんで、5年ぐらい前じゃない、もう。そうそうっす、ね、21とか20歳とか21とかの時、ね、シーズン18だっけな、17だっけな、結構やばいよ、あ、もうそんなあるんだ、うん、まだだってプロリーグとかもあるでしょ。あります、やってますだよね。日本も世界大会2回目かな、この前出たのが。うん、日本もちょっとずつね世界出てきてる。でも強えよ、中国と韓国がやっぱ。ああ、そう、韓国強えな。確かに韓国マジで強いイメージあるな。まあ仕方ないですね、2年行ってくるから。確かに、気合入ってね、そこで。まあやっぱそうか、確かに気合が踏ん張るところで踏ん張れる。だと思う、なるほどね。実際大会出る前に、あの選手がなんかこの試合負けたら徴兵行くとかなんか宣言して、うん、優勝したらもう1年やるとかなんか決めて参加したりするパターンもよくあるんで。へえ、マジで気合入る。宣言通りに負けたらもう自分で申し込んでいっちゃうから、普段とちょっと気持ちが違うんですよね。ある程度さ、その行ける時期って決められるの？いや、決まってます。大体、
早いとなんか19歳で大体行って、遅くてもなんか29、30まではなんか行かなきゃいけないですね。だからシステムとしては必ず1回行くの。ですです。何歳から何歳までの間にみたいな感じなんですね。そうですね。あ、なるほどね。でもなんか例えばさ、大学とかさ、行く時期とかに行く人とかもいるってこと？休学してくんじゃない？そうですね。まあだから大学でもうなんかいろんななんか女の子にめちゃくちゃナンパして、うん、もうクソ暴れてるやつはもう、あ、こいつなんかそろそろ行けそうだなって。なるほどね。そういう部分あるんだ。こいつ、行けそうだなって。もう行く気なんだみたいな。行く気なんだな。最後の。まあ、若干ちょっと炎上してもね、そこでね、2年だっけ、うん、炎上して2年間、うん、選択します。ああ、豪遊みたいなしていくんや。なるほどなるほど、面白い。2年選択、1年もうちょっと休んでみんなが卒業したらまたあの行くみたいな。へえ、あ、分割もできるんだ。そういうあります。へえ、いろいろあるんや。なんかさ、サバイバルとかでさ、飯とかあれなの、そのMR ですか？うん、そう。あれはまあ、ストローだけ、なんか、その、紙で作られた箱についてるストローをなんか、引き出したら、そこで煙とかがポンって出て。あ、じゃあもう本当に、あれなんだね、軍のご飯なんだね。ですです。休みは休み。休みですか？うん。2年の間に休みは、1ヶ月分よりちょっと短いですかね。ネットできんの？ネット最近はできるらしいです。ああ、そうなんだ。でも携帯も一応できるし。募集されるんじゃないの？あ、個人用の携帯は募集されて、うん、今なんか、共同生活用の携帯をなんか、4人で1台だったり。うわ、4人で1台。4人で1台、なるほど、ね。すごいさ、変なこと聞くけどさ、その、性処理とかどうすんの、はい、性処理とかは。エロ本とか落ちてんの？ムクムクですか？うん、ムクムク。あれはもうなんかみんなでトイレ行ったりするらしいんですけど、うん、あれめちゃくちゃもやし食わせるんですよ、もやし、うん、もやし食わせたらあのそのムクムクにならないらしいんで。そういう本能すら取り払っちゃうんだ。抑えてるんですよね。そうなんだ。もやしがめちゃくちゃ出るんですよ、もう。もやし、もやし、おい、もやし食べます？もやし食っても別に性欲落ちねえだろ。いや、なんかもやしやったんか。俺もやしばっか食ったけどさ、学生時代。俺も食ってるぜ。あれは多分学生時代だったのがでかいんじゃなかったです。じゃあ、あれでもやし食べなかったらもっとなんかやばかったかもしれない。すごい。なるほど。ムクムク用の、その、なんだろうな、その、デバイス、デバイスっていうか、その、やっぱそのね、本とか映像はないわけですよね。映像ないじゃんね。なんか4台回し合う。難しいな、なんか俺もあったわ。だからもう、ヘンガーみたいなやつ持っていったら募集されます。うん、ああ、そうなんだ。まあそれはね、俺小学校の時さ、携帯共有だから、あれに、だからそのネタがないじゃん、小学校の時とかってさ。うん。俺、木だったもんね。木がさ、女の人のくびれみたいな形してて、俺それで、ちょっと、ムクムクしたことがある。そうなんだ。おぉ、うん。あれ、TNTN 大丈夫ですか？怪我しないですか？ TNTN は、怪我はしないですね。あれっすよ。木に差し込んだんじゃないっすよ、別に。木を見て楽しんでる。そうそう、うん、ああ、見てですか？木がそう、すごいエッチな木があって。小学校のとこに。そう、シミュレーション、なんか、上手ですね。イメージでね、すごいな。言ってましたね。イメージなり、すごいっす。そう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 。あ、いいコールじゃないですか、これは。